中小寺連中小寺連から1924年1月17日は、日本の検察官、司法、停身内務官僚、貴族院直選議員、数密顧問官、救名、気球座、号は、萌屋県、諏訪国徳山繁華市、中小寺給料の次男として生まれる。大阪府立中学を経て、府立改正学校卒業後、1887年に、 高等文官試験司法課の前身である判事、検事登用試験に合格。その後、東京高祖院検事権司法省参時間などを経て、行政裁判所表情官を務めた。この後、提心省に転じて、大臣官房長を務め、内務省に出向して土木局長、警保局長を歴任した後、1910年提心時間となり、官僚としての頂点を極めた。 退官後の1911年8月24日、貴族院直選議員に直任される。1912年に、第三次、桂内閣の農商務大臣として初入閣を果たすが、この内閣は2ヶ月間の短命に終わっている。1916年の寺内内閣で、再び農商務大臣となり、この時は、約2年間にわたって、これを務め上げている。 1923年9月26日には、水密顧問官を拝命したが、それから間もない翌年1月17日の一決により、満57歳で死去。ありがとうございます。